だんだけどちょっと結構出てるじゃん。めちゃくちゃビビるし。結構出てるじゃん。すいません。この間のあのシゴちゃんの兄弟なんですこの子。だってごちゃいっぱい。危ない。めちゃくちゃ元気です。危ない。首が収まった。びっくりした。25。この間の亡くなったシロちゃんの兄弟ですよ。だから森さんとこで。森さん？あの森友子さんとこのから出た子。あ、そうなの。あそこでもらった子ですよ。ご飯入ってない。あら、ご飯入ってない。食べてますけど。こんだけご飯入ってます？いや、入れてない。ご飯入れてない。こっちのチェリーにご飯入っとるから、だったら一緒に入れて帰ってもいいかもしれんけど。いや、ちょっとこれにご飯入れて、皮付きとパウダーとくれて。ありがとうございます。ちょっと切りすぎた。切るの親指。一応止まってますね。あ、すいません。でも相当出てるな、これ。すいません。だよね、ここいっぱいついてるの。ここあのさ、くちばしの色とかさ、目の色がさ、薄くなっちゃってるからさ、わかります？そうですね。もともとの色がちょっとわかんないけど、うん、そんなに濃い子ではない。濃い子ではないの。味の素で止血するんですか？うん、味の素がもしあれば、はい、ないから買っとく、ね。味の素を買っといた方がいいですよ。はい、それで出血しちゃったらこうやってつけて抑える。はい。うん、とにかくさ、もう何にもなかったら、はい、もうそのまま抑える。うん、抑えれば止まる。はい。止まります、はい、でもまあ味の素あった方が安心ですね。うん、味の素はどういう役割なんですか？役割は私も分かりません。でもなんかね、タイのボクサーの人がさ、試合で出血したら味の素つけてな。ちょっと一瞬持ってくれる？あ、私が？あ、いいですか。あ、やっぱこちらで持ってく。いい、飛ばさないでね。はい、ちょっと持ってみますね。長そうなの切ってきますから。何番も何番も爪切って、ね、人間用の爪切るよりあれですか、ニッパー式の方がいいんですかね。いや、それはどちらでも、うん、どちらでもやりやすい方で、人間の爪切りでも全然切れますよ。うん、切れます。確かに、うん、ちょっと見にくいけど、うん、でもまあそういったそういうこと考えるとニッパーの方がいいですね。でも、こう切る時のポイントは指を一個一個持つ。持たんとさ、ね、自分の切りたいところで切れないからさ、これがポイントですよね。はい、じゃあ今度からそうします。もう あんたの方が上手に持てるからって言ってだから私がこの人差し指の薬飲むときはこうじゃない。そうだけど爪切りはこう2本で顎を押さえて、はい、で残りの3本の指使って指を持つと、はい、なかなかね、そうちゃんと持てればやっていいけど、はい、ちゃんと持てなかったらやらんほうがいいですね。そうですよね、こうやって暴れるでね、うん、ごめんね、もうこれちゃん。でもかなり伸びてるね、伸びてると思うわ。そうなんですよ、はい、ここ本当にその血管のギリギリ？いや、じゃないです。ん？血管よりは手前ですか？ギリギリじゃないです。こうあるじゃないですか、はい、血管があるじゃないですか、はい、こことこの真ん中で切って真ん中、はい、それでもまだ長いなと思ったらこことここの真ん中、はい、そういう切り方です、はい、だから1回か2回、はい、一気にギリギリまでやると危ない。こういうことをやらかすわけで、うん、で私がやってもさ、ここの真ん中でやっても出血する子いますんでね。あ、そうなんだ。そう、あの血管が見えないなっていうところでやっても出血する子いるからさ、はい、じゃあご飯入れて。ありがとうございます。でこの子さ、はい、ちょっと血橋の色とかさ、はい、あのアイリンクの色が薄くなっちゃってるから、はい、健康チェック表出しますんで、はい、よく観察してくださいね、はい、それ大事です、はい、ごめんね。相当で、要はね10滴出たら結構出血多量なんです。で
だもんね。なんかパッと見さ10滴近く出てそうな気がするからさ、だもん。でも姉がビビりまくって一滴でもやばいって言うじゃん。まあ一滴なら大丈夫なんだけど、要はだって25g でしょ。そうですね。で 10% って 2.5g でしょ。3滴で 0.1g と10滴で、3滴で 0.1g だから何 0.1g だから10滴で、3.3 だから、まあ、0.33 か。はい、そうそうなんですよ。ごめんね。じゃあこの子はその止血のことと爪を、はい、でちょっとね、あの抗生症者やらさせてもらっていいですか。ちょっと治療を良くして痛いの取る治療をします。ありがとう、はい、抗生症者60の1分で持ってきて、60の1分全身と、もう1個は足狙って。じゃあちょっと健康治療でよく見てくださいね。はい、じゃあ黒ちゃんね。でもう1人は何なんですか。あ、この間の子ね。その子どうですよ、様子は。うん、口呼吸は今、口呼吸してるのしてますわ。でも、してる時もあったけど、口呼吸、はい、あ、口柱とか良くなってるような気がしますね。全身でこう、ふこふこ、呼吸してたのがなくなりました。うん、で、お薬は飲めてるんですよ。飲めてます。A は1日何回飲んでます。1日2回から3回と。あ、いいですね。で、B は1日1回ですね。はい、はい、私が踏んづかまえてやってます。この子のあれはないの、健康チェック表みたいな。もらってきましたわね。結局やれてない。わかりました。この子終わってからね、やりますね。はい、そうだね。カゴも1個持ってきて、ちっちゃいカゴ、うんうん、だって帰ってこの子の方がさ、くちばしの絵とか目の前にいいもん ね。今この子の方がだってくちばしの絵とかあのアイリングに悪いですよね。はい、まあもともとアイリングなんか薄い子は薄いんだけど。じゃあこの子ちょっとすいません、はい、お持ちもらって。ごめんね。はい、じゃあリスタート。